トミックス JR485 系、キハ65系、北近畿エーデル丹後セットです。で、こちらは、8月以降発売予定で、価格は37,400円、税込みになります。で、485系は特急用電車両として、全国の電化区間で活躍してます。で、セット内容は、クロハ481、モハ484、これはモーター車になります。で、トレーラーで400、モハ485、484、モハ485、クハ481、それに、キハ65が2両ですね、が追加して合計8両のセットになります。非常に珍しい、連結の方式で、この編成でなってますんで、ぜひ注目の新製品になってます。続きまして、トミックス JR225-0 系近鉄電車転落防止ホロ付きの8両編成セットになります。発売は、9月以降の予定になっています。価格は29,920円になります。近郊型電車になります。で、セットは、8両セットになりますので、クモハ225、モハ224、これがモーター車になります。で、モハ225トレーラーですね。で、クモハ224、あと、クモハ225、モハ224、モハ224トレーラーですね。で、モハ225、モハ224、同じくモハ224、モハ225、クモハ120、224、の、8両セットになります。9月に発売予定で、人気のある、車両セットになりますので、ぜひお求めください。続きまして、JR225-0 系近鉄電車転落防止ホロ付きの今度は4両制編成セットになります。こちらは、発売が9月以降発売予定になっています。価格は4両セットで、税込み19,140円になっています。先ほどの8両セットの、4両セット版になりますので、こちらの方ですと、セットの内容はクモハ200、225、モハ224モーター車ですね。で、モハ225トレーラーですね。クモハ224の、4両セットになります。こちらの方も、手軽にできる4両編成セットで、人気が事前からありますので、お早めのお求めください。続きまして、トミックス JR キハ47-0 系ディーゼルカーですね、の、2両セットになります。こちらは、8月以降の発売予定で、税込み価格13,200円になってます。で、こちらの方は、2両セットで、キハ47、モーター車ですね。で、あと同じくキハ47のトレーラーの2両セットになってます。山陰本線の方になりますね。で、西日本向けの、対応車として登場した車両で、2段上昇式の、窓を装備しています。ちょっと特徴があるタイプですね。こちらの方も、2両セットので、人気がある車両なもんですから、セットを、
お早めにお求めください。続きまして、トミックス JR ディーゼルカーのキハ 47-0系になります。こちらは、トレーラーの単品になります。発売時期は8月以降の予定で、価格は税込みで4840円になります。先ほどのセットに比べて単品になりますので、ぜひ増車をするときは先ほどのセットにプラスしたいところですね。発売が待たれるものです。続きまして、トミックス JR185-0系 特急電車踊り子強化スカートのタイプの基本セット A、5両セットになります。1981年に運用開始した、特急型電車で、人気があった車体ですね。セット内容は5両セットで、クハ185、サロ185、モハ184、モハ185、これがモーター車になりますね。で、あとクハ185の、5両セットになります。踊り子はいつもいつも人気あるタイプで、非常に注目度が高いものですから、発売が待たれますので、ぜひご用命ください。続きまして、こちらもトミックス JR185-0系 特急電車踊り子強化スカートのタイプの基本セット B になります。で、こちらは、9月以降発売予定で、税込み価格 24,750 円になってます。先ほどのセット内容がちょっと違いますので、セットの内容はクハ185、サハ185、モハ 185M、 こちらがモーター車になりますね。で、モハ185、クハ185の5両のセットになります。こちらも注目度が高いものですから、合わせて、基本セット A と合わせて、ご用命ください。続きまして、こちらもトミックス JR185-0系 特急電車踊り子強化スカートのタイプの基本セット B になります。で、こちらは、9月以降発売予定で、税込み価格 24,750 円になってます。先ほどの、セット内容がちょっと違いますので、セットの内容はクハ185、サハ185、モハ 185M、 こちらがモーター車になりますね。で、モハ185、クハ185の5両のセットになります。こちらも注目度が高いものですから、合わせて、基本セット A と合わせて、ご用命ください。続きまして、トミックス JR185-200系 特急電車
踊り子強化型スカートセットです。こちらは、7両セットになります。発売が、10月以降の予定で、税込み価格で31,570円になります。で、こちらの方は1981年に運用開始した、特急電車になりますね。人気は非常にあります。セット内容は特急の踊り子で、クハ185、モハ184、モハ185、サロ185、モハ184、モハ 185M、モーター車ですね。で、クハ185、これの7両セットになります。こちらも、人気がありますので、ぜひお早めにお求めください。続きまして、トミックス JR H5 系北海道東北新幹線基本セットになります。4両セットになります。で、発売時期は8月以降の予定で、価格は税込み 18,040円になります。で、こちらは2016年の北海道新幹線で走行を開始した初めて の記念すべき新幹線のセットになります。手軽な4両セットになりますので、内容は、HS の23、HS の26、HS の25がモーター車になります。で、先頭の、HS の、14ですね。このように4両セットになりますので、注目度が一番ある新幹線で、手軽な4両セットですね。ぜひこちらの方もおすすめになります。続きまして、 JR H5 系北海道東北新幹線の今度は増結セットになります。セットの内容は6両セットになります。こちらも8月以降発売予定で、価格は税込み 17,380円になります。で、こちらの方は増結セットなもんですから、先ほどの基本セットにプラスになりますんで、内容的には HS の26、HS の25、HS の26、HS の25、HS の26、H の515ですね。こちらは造形セットなもんですから、トレーラーでモーター出しになりますので、お気をつけください。人気のある、ぜひ同等とした基本セットと造形セットで、フル編成で楽しみた方が素晴らしい製品によりなると思いますので、おすすめの一つです。続きまして、トミックス国鉄キハ03型レールバスセットになります。こちらは2両セットの、タイプで、キハ1000型の体幹強化型として登場した車両で、スノープロやホイッスルカバーの装備が特徴になっています。乗客の姿路線で使用されましたが、数が多いお客さんに対応できなかったことや、バスの構造で製造されたことによる老朽化で1966年までに引退しました。非常に、懐かしいというふうに思う方もたくさんいらっしゃるかと思います。で、発売時期が、8月以降の発売で、価格は2両セットの税込みで 12,760円になります。セット内容はキハ03の、モーター車が2両ですねになってます。こちらも、なかなかディーゼルカーのこういうハイブリッド型っていうのは
あまり出ませんので、ぜひお見逃しないようよろしくお願いいたします。JR 呼気106系貨車ですね、前期型新塗装 ONE コンテナ付きになってます。こちらは8月以降発売予定で、価格は税込みの2310円になります。こちらは呼気106系は海上コンテナ対応のコンテナ貨車として、1997年に登場し、他のコンテナ貨車とともに全国で使用されています。まず一目を引くのが ONE カラーのこの鮮やかなカラーリングですね。これで非常に目立つこと間違いありません。ぜひコレクションの貨車の中に入れてあげてください。続きまして、トミックス築堤台カーブレール複線化セットになります。こちらは発売が6月以降発売で、価格は税込み7700円になってます。で、他の築堤台カーブレールとかストレートのレールなんかも当然連結ができますので、カーブレールの複線化と発展させるにはこちらの仕様が必要になりますので、ぜひお求めください。